ダシマ動画チャンネルです。今日紹介するのはこちら、仮面ライダージオガシャポンライドウォッチ06です。今回もですね、コンプセットの方を購入しました。もうね、売ってない。どこのガシャポン見てももうあと1個とか2個とか、もうそんな状態でしたね。それなんで、今回もコンプセットを購入しました。今日はこちらをね、見ていきたいと思います。ダシマ、じゃあね、まずはラインナップの方から見ていきましょう。1番、ウィザードライドウォッチ。2番、アギトライドウォッチ。3番、スペクターライドウォッチ。4番、ゼロノスライドウォッチ。5番、ウィザードライドウォッチキラキラメッキバージョン。6番、アギトライドウォッチキラキラメッキバージョンの全6種になっております。まあ、ウィザード、アギトはもうね、デラックス版の方でも、ライドウォッチ発売になっておりますので、まあ、今回は、スペクターライドウォッチとゼロノスライドウォッチが、どんなものなのか気になっているところですね。そしてキラキラメッキバージョンは今回も無事ゲットできております。じゃあこの動画ではね、このスペクターライドウォッチを見ていきたいと思います。さあ、これがスペクターライドウォッチだ。おー、はい、このような感じですね。スペクターはね、仮面ライダーゴーストの2号ライダーですね。誠兄ちゃんですよ。なんかこの正面の絵柄がね、スペクターゴーストアイコンと似てるよね。カラーもね、こんな感じで、スペクターっぽさが、しっかり、出ている2色になっております。じゃあ、絶縁シートを抜いて、音声の方も確認していきましょう。どうなんだろう、なんか思ったよりもスペクターっぽさがないぞ。ダシマ、それじゃあ時空ドライバーと連動させていきましょう。時空ドライバー、時空ドライバー、スペクター液晶の方にはね、登場作品のゴースト、そして2015と表示されておりましたね。やっぱりエグゼイドまでなんだね。ライダー個別でここに名前が出るのは。さあ、じゃあ必殺技行きましょう。それじゃあ本家スペクターの変身音はこんな感じ。やっぱりね、スペクターといえば、このね、待機音。なんですけれども、
か微妙に違うような気がするんだけど、どうだろう。はい、じゃあオリジナルの音声を踏まえて、今度はゲイツと連動させてみましょう。はい、じゃあ時間切れ度にも装填。フィニッシュタイム、スレスレシューティング。まあ対応は、しておりませんね。はい、剣モードだとこんな感じ。さらに時間ザックスにも装填。弓モードからオノモードへ、こんな感じですね。ラジマ。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダージオガシャポンライドウォッチ06スペクターライドウォッチを紹介しました。まあ今ね、ちょうどテレビ本編の方でも、ゴースト回やっております。次の回ではね、ついに誠兄ちゃんが出てくるということで、アイコンも持ってたので、久々にね、レジェンドライダーの変身も見れるんじゃないかなと思います。はい、皆さんもね、ガシャポンを見つけたら回してみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。